見え方の違いが面白くてですね、はい、我々の動画で、はい、INTJ なのか、うん、INFJ なのか、うん、迷ってますっていう、うん、上げた時に、うん、そこであのコメントをいただいてですね、うん、要はセルフテストで INTJ というふうにずっと長らく思っていたが、はい、つい最近、うん、INFJ っていうのが出た、うん、セルフテストですがと、はいはい、ただまあ正味個人的にはどっちでもいいと思っていて、うん、INFJ のやつを読んでも、うん、まあさっと読むと、うん、しっくりくる、うん、そのまあご自身が生きてきて、はい、まあうまくいかない局面とか、うん、でちょっとずつ変わっていくじゃないですか、はい、そういう中であの考え方とかを変えようとした結果、うん、例えばその F の比率が上回ってきて、うん、INFJ になったのかなぐらいにしか考えてないと、うん、そんなんまあねタイプなんてグラデーションですよねみたいな、うん、で私はこの私はっていうのこのコメントいただいた方は体調みたいに、はい、まあ半々、うん、半々ぐらい、うんうんうんっていうところで落ち着いてます、うん、みたいなコメントをいただいたんですね、うん、ありがとうございます、はい、で私がその自分の中の、うん、頭の中を巡る考えを、うん、思考ってするのか、うん、考えとするのかは分かりませんよね、うん、私はこれでも、うん、その効率的に動いているつもりだと、うん、別に感情タイプですなんて思ってません常に効率的に、うん、あの目標を定め、うん、つかみにいってるつもりなんですけど、うん、でまあ分からないけどまあその半々ぐらいっていう感じが好きですみたいなのをお返ししたんですね、うんうん、そうしたところ、うん、あのありがとうございますと思考と感情っていうのは分かってくると思いますよと、うん、ただこのただ論点がずれていくので、うん、ここでストップしておきますと、うんMBTI の思考感情の定義を、うん、私は理解しきれてないので、うん、噛み合わなくなりそうだし、うん、というのを習ったんですね、はい、で柔らかくてあなたがおっしゃった半々ぐらいでいいですよねっていう感じだと、うん、僕は柔らかくて好きですって言ったので、うん、ありがとうございますと、うん、初めて通じ合えた気がします、うん、って言われたんですね、うん、コメントで、うん、で帰ってきたと思って、うん、で、うん、すみませんね二等兵ですと、うん噛み合わなくなりそうだし、うん、っていうところを私が取り上げ、うん、まあ多分噛み合わなくなるっていうのは、うん、私の方に原因がありそうですね、うん、深掘りせず、うん、通じ合えた気がする、まあ、そこを深掘らずにね通じ合えた気がするっていうのがちょうどいいんでしょうね、うん、って返したんですよ、うん、そうしたところなぜ自分の方が悪いと感じるんでしょうかと、うんせっかく MBTI を広められる発信をされているのに、うん私も二等兵さんのタイプを考慮した上での表現を使ってないのもよくありませんでした申し訳ありませんと、うん、しかしこういう場なのにいやこういう場だからこそ、うん、INTJ 然としたコメントをしてしまいがちですね、うん、本来はその自他のタイプを把握してコミュニケーションに生かそうというものだと思うのですが、うん、私も少し振りかざしていたのかもしれません、うん、っていうのが来たんですね、はいうん、あれって、うん、なんかトーンが低くなったぞって、うん、僕は見えたんですね、うん、で僕の中では、うん、なんでこの人がこのトーンが下がったのかがわからないんですよ僕の中では、うん、そのすいませんね二等兵ですっていうのは、うんうん、謝ってないんですよすいませんって感じなんですねうん、伝わるよねだって二等兵のことを通じ合えた気がするって言ったってことは、うん、もう分かってるよね僕のこと、うん、で分かってなかったって話っていう感じでそうすいませんって言ったら、うんうん、なんで謝るんですか、うん、っていうのが来て僕は、うん、このすいませんっていうのは、うん、ペヘペロぐらいなんですよ、うん、だってすいませんねえなんですねそれ必要ありますかって話じゃないですか僕の中では必要ありますよでも相手にとって必要なければ必要ないじゃないですかなんでこの煽りますかあなたはいやまあ要はなんかあの相手のことを考えて話しましょうって言ってるわけですよねこのタイプの人にこういうこと言ったらこうなるんじゃないかっていう予測をせよって言ってるんじゃないですかで
いや僕テヘペロって言っただけだよって、テヘペロって言ったのを INTJ はそうやって受け取るよって話って言ったら、うん、いやだってあなたね、うん、私の方に原因があるって書いてるじゃないですか、うん、あだからそういうことですよ。でそこから、うん、いや僕別に深く感じてないですよ、うん、挨拶程度ですよ、うん、って言われても伝わりませんと、うん、私には伝わりません、うんうん、っていうのが来て、うん、なんて言うんでしょう、いやなんか通じ合えた気がしたので、だ通じ合えてないです、もう分かったよね僕のこと、すいませんねって脳内再生されるじゃないですか。多分分かってよ僕のことなんですよあ向こうは向こうで、向こうは向こうで分かってよ僕のこと、分かってよ僕のことだから分かり合えてないですよ、分かり合えたつもりなだけで。なるほど、うん、これがね、うん、多分いろんなところで起きてるんでしょう、ね、多分そうですよ、大方そうですよ。で僕はだって全然こんなところで謝るわけないじゃないですか謝るわけないって言ってもいやすいませんねは書きましたよ、うん、すいませんねってわざわざ絵をちっちゃい絵にするんですよXE を押すんですよそこがなんかこの人たちはそんなことしないですもん、はい、なるほど、すいませんねっていう時は本当に謝罪する時しかすいませんって言いませんってタイプじゃないですからしいですみたいな感じコミュニケーションですよすいませんは、だからこうこんにちはと一緒ですよ、うん、だから心のないそんなことは言いませんってタイプの人で、ああそうだったああっていう動画で言ってましたね私。そうそうそう、でももう、うん、あ僕は、うん、でもこの人のことを知りませんよ、うん、この、うん、テキストでのやり取りだけなので、うんうんうん、でもなんかそのテキストの中で、うん、あのテーペロって書かなきゃいけないですよ多分初めて通じ合えた気がしますとかうん、うん、あ通じでもう見てるわけじゃないですか、はい、僕のことを、うん、すいませんねは、だから多分その言葉の捉え方も違うんじゃないですかって思いますもんね、ん通じ合えた気がしてるだけで、なんか 50%50% それぐらいのなんとかみたいなところ、はい、で通じ合えた気がしますって返ってきたわけですよね。僕の中でもあの、うん、アムロとララですよ、うん、だからもうそこからもしかすると通じ合ってない可能性ありますよねっていうララじゃなかったアムロじゃなかった、うん、なるほど、いや同じ言葉同じ日本語喋ってますよ、うん、でこの同じ MBTI という、まあ、16タイプの性格というのを愛しですね、うんうん、あタイプって違うんですね、うん、って分かった上で話をして、うん、この噛み合わなさなんですよ。だから結局自分のことを言うからじゃないですか、僕ってこのタイプだから こういうのはテヘペロぐらいなんですよっていうのを分かれよって、で逆に言えばこの人たちはそういうの通じないよって話じゃないですか。いやもちろん分かれよとは思ってませんけど、分かれよねじゃないですか、分かれよねと思ってますよ、うん、でもこの人たちは分からないよねっていうタイプじゃないですか。あ真剣に話し合いましょうっておっしゃってましたからね。そうそう、だからちゃんと話せってことじゃないですか、で心で思ってることを話してほしいってタイプ。僕が私の方に原因がありましたねっていうのはいつもの卑屈じゃないですか、うんうん、ライト卑屈、うん、挨拶卑屈ですよそんなの、はい、で分かってくれてるよねと思ってたらやっぱこういうすれ違いが、うん、すれ違いが起きるんですよ、起きるんですね、うん。